最初は商社からスタートした会社で、まあ、建築用の取り付け金物、まあ、施工も合わせて状態で1964年に、創業したんですけども、まあ、一番建築ラッシュがあったところがスタート、どん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 右肩上がりにですね、ニーズが建築の需要とともにですね上がっていった中で、そのものづくりをスタートしたのが昭和43年。これがですね製品のスタートになり、これがオーランカーという商品で、コンクリートに止めるボルトとして開発をされたわけです。この開発が契機となって当社がメーカーという立場に少しずつ変わっていったのがこの時期なんじゃないかなというふうに思っています。その中でやっぱり一番感じたのが、まあ、いかにお客様に喜んでもらえるかという、施工もその使う人の気持ちであったりとかですね、それを実際その設計される方の気持ちまで考えた製品作りが必要だよということにですね、没頭を開発とですね製造とそして販売と、この3つの力をですね蓄えなければいけないという流れで、当社は今まで約49年間やってきたわけなんですけど、この新築から今耐震であったり維持保全という方向に変わってきたわけなんですけども、当初はですねこの新築の材料しか作ってなかったんですけど、それからやっとですねこのリニューアルであったり耐震であったりそういうものの部分に変わってきたというところが今の現在の当社の歴史でありますし、片側から物を止めるっていう技術をですねどん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 良くしていこうという思いでですねこの製品化を進めているところであります。例えば看板であったり手すりであったり、いろんなところにですね片側からしか止められないものがたくさん出てくるわけです。そこをいかに簡単にそして強く施工できるかっていうところをですね我々の研究テーマにしているわけでありますし、お客様からもですねどうやって止めたらいいんだと、こういう製品がある、こういうものを止めたいんだけどもいかに、簡単にそして倒れないようにであったりずれないようにであったり止めることができるかっていうことがですね、聞かれるわけでありますし、それをもとに製品化をしているというのが当社のですね一番の強みであり、我々がこれからも絶えずこう研究開発やそして商品作りにするためのですね一つの過程にしております。後継ぎや会社に入れということは全く言われなくてですね、私自身何をやりたいかなっていういろいろこう考えている中で住宅会社に入社しまして、でそこでやはりこのお客さんの喜ぶ顔を見てね、これがやっぱり自分に与えられた仕事なんだなと、いかにお客様が喜んでもらってご紹介をもらったりとか、そういう繰り返しが人々のこう成長であったりより良いものに切り替えていく、流れなんだなということをですね、学びまして、まあそのちょうど時にですね私も結婚するっていう流れが、ね、出てきた時に、結婚するならそろそろこっちの会社に入らないかと、今までのこのファスニングのものではなくて新しい事業をスタートするからゼロからだから面白いぞという誘いがあってですね、これは面白いなっていう思いでですね、会社に入社したわけです。役員の中で私一番下なんですよ。なんで下のものはうちの父は推薦したのかなと。ただ思いとしてはもっと新しいことをどんどんやれということは
言っておりましたし、もっとよりよく新しいもの新しいものに、チャレンジすることをですね、期待してる、若い世代にですね託したのかなというふうに思ってます。まあ当社から新しいものをゼロから生み出すものもたくさんあります。でそして市場を作っていくっていうのもたくさんありますけども、一番はお客様と通じながら本当の新しい商品がですねたくさん生まれてくればですね、我々にとってはそのような喜びに変わって、喜びのね数と一緒だなというふうに思ってます。